大陸の7つの国が群雄割拠する時代。一方、エルスタイン王国は堅牢な城壁と王家に伝わる強力な防御魔法で領土が守られ、平和で豊かな生活を営んでいた。今回も兵士たちは王国を守ってくれました。王に代わり心から感謝します。エリーゼ姫、なんて美しいんだろう。純情可憐という言葉がこれほど似合う方もいないな。姫様、いかがなさいました？何でもありません。私も勝利に酔っているのかも。こんなの絶対にいけないことなのに。オナニーする私をみんなが見てる。胸がドキドキして興奮しちゃう。このスカートをたくし上げて民の前にさらけ出したい。姫様、大丈夫ですか？大丈夫。少し興奮しすぎてしまったようです。姫様を城内へお連れしよう。早く。一体どうなさってしまわれたのだ、姫様は。これってバルドル、姫様に何用であった？このところ姫様のご様子がおかしいのは貴様の仕業であろう。おたわむれよ、アンナ様。しかし、もしそれが事実とすれば、私を切るとエリーゼ様には不幸が訪れるかもしれませんね。まさか姫様に魔法をかけたというのか？一体何が目的だ？貴様、そのような理由で姫様に魔法をかけるなど言語道断。まあまあ、アンナ様、そう怒らずとも。そんな、エリーザ様。防御魔法が消えたぞ！突撃！